冷やし中華始めましたら苦情来ました。パッパパ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 、玄関床見りゃ雲いるさ、ギャー。私は死んだ。犯人は誰？犯人は毛利小五郎。なんで言うねん、なんで言うねん、犯人絶対言うちゃあかんやつやないか。しずえ、しずえ、どこで話してくれるんや。しずえ、ここ乗ればいいんか。乗れない。しずえ、新しい事務所の、新しい事務所のやり方わからん。え、しずえ、しずえ、話してくれよ、へん。たぬきじ、頼む、俺のアイデア、持ってくれ。どうやってし、え、どうやって話しかければいい。あー、めっちゃいろんなアイテムあるやん。なんなこれ。ダンボールめっちゃあるやん。クルバイスか。なんだそれ。どうやって話聞けばいいんや。話聞いてくれんだけど、なんなんだお前。はは。あ、タヌキポートだけ俺に優しくしてくれる。ポイントくれる。セツケイコのセ、センシティブで。セツケイコのツ、月のように明るく。セツケイコのけ、けしからんボディで。せつけいこのい、いつもみんなを魅了する。せつけいこのこ、こまねち、こまねち。ラララララ、みんなの歌です。俺を癒してくれるのは酒だけ。てってて、今日も遅くまで仕事はお疲れ。家に帰っても誰も迎えてくれない。こんな時に頼れるのはアルコールだけ。ジョッキにご用事を入れたなら、ガツンと一気に飲むのさ。ごく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 言ったなら、ガン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 気持ちは上げ上げ。ヘイヘイムッキムキ、ヘイヘイムッキムキ。今日は深夜までオールナイト。二日酔いには気をつけろよ。てて。月の光に導かれ、何度も巡り合う。大きな声でピカピラら、はしゃいで騒いで歌っちゃおえ。このそばは売りないただいた。返して欲しければ
俺のことはもっともっと普及しろ。そしてもっともっと俺の視聴者が現れるように手配しろ。それまではこのサーバーは俺のものだ。全員俺にひれ伏すがいい。あんちゃん、なんで貧乏にすぐ死んでしまう？イメージないんやけどなぁ。カゴの鳥はよくお泣きになります。カゴの外に出たい。カゴの鳥の口癖でした。じゃあその鳥やってみようか、演じてみようか。外に出たいんです、出してください、何でもしますから。謎理論、タッタッタッタ、謎理論、タッタッタッタ、お前の言ってるその理屈は謎理論、タッタッタッタ、自信満々に言っているけどみんなにとっては謎理論。僕、でんでん牛です。好きな食べ物は飴玉。毎日ここから10個は食べちゃいます。食べすぎてお母さんによく